よっ、クリーリングゾー誰かだ。まあ俺の友人からラジオっぽいやつをやってくれという感じのリクエストをもらったんでね、適当にくっちゃべっていこうかなっていう感じで。まあ、最近まじ寒くなったよな。<laughs> 一気に寒くなったよな。まあ季節の変わり目なんていつもい一気に変わるもんだけどな。ゆっくり変わったことなんてまああんまりないよな。んなんだろう、時間の流れが早く感じるようになったっていうのもあん,あんのかもしれないけど。 自分ってあれ嫌いこれ嫌いとか言いがちだけど、必ずしもそれが嫌いだとは限らないのかなって思うことが結構ある。自分の場合だと過去の動画で何度か一口ちょうだいって言ってこられるのが嫌って話したけど、必ずしもそうとは限らないと思うんだよな。それは相手との関係性とかニュアンス、その時の空気感、周りの環境、自分のコンディション、ありとあらゆる条件に左右される部分があると思う。基本的に嫌いな行動ではあるけど、まあそういういろんな 部分で加点減点されて、総合的にマイナスになるかプラスになるかって感じなのかな。それだったらそもそも嫌いっていうのやめろって感じなんだけどな。だから誰かが自分は〇〇だと主張したからといって、必ずしもその人がその言葉通りそのままそう考えているとは限らない可能性があるよな。当たり前に。実際にはもっといろいろな感情や考えが複雑に絡み合ってる可能性があるだろうし、だけどなかなかそういう細かい説明まですることって少ないから、そういうのですれ違いって起きたりするのかなとか、最近考えてた。 そもそも頭の中にあるもの全てを言葉に乗せようとすると膨大になりすぎるというか無理があるというかそういう複雑で難解なものを言語という手段を使って技術的に相手に伝えてるような感じじゃないかその時点でもう自分の中にあるものとは全くの別物になっている可能性もあるわけでさらにそれが相手の受け取り方によっても変わってくるんだから一体俺らはどれくらい他人の性格に意思疎通できてんだろうってふと思うような誰かと二人で話しててどちらも日本語を使ってるけどそれぞれが使う言葉の一つ一つ 定義が異なっているかもしれないし、そういうちょっとしたズレみたいなものが合わさって大きなすれ違いにつながるみたいな。マジで何を今更って感じだけど、そういうことを考えてると、途端に他者とコミュニケーションを取るのが怖くなるな。ふとした瞬間に、今すぐにでも人間社会から離脱して、山ごもりしたい衝動に駆られる。駆られるだけで実践はできないんだけどな。どうしても孤独に勝てる気がしない。最近特にそういうことをよく考えるから、言葉というものについて、もっと色々勉強してなって思ってる。 その一環で、記号論っていうのが気になってる。面白そうだなと思って。他にも知るほどいっぱい、俺の知らないことがまだ世界には溢れてるし、いろいろな知識を身につけた上で見る世界と、無知のままで見る世界、多分全然変わってくるんだろうけど、今からそれらを知ることに生涯をかけたとしても、全てを知ることができるかはわからないじゃないか。だから自分の知らないことに触れてワクワクしてる瞬間は、他のことに気を取られて足を止めてる時間が、すごくもったいなく思える。すぐ自分のせいが永遠だと錯覚して、時間をドムに捨ててしまうから。 とはいえ、あの絶望が講じている時の感覚と言ったらもう、とてもじゃないけどそんな風には思えないし、もう抜け出せないんじゃないかと何回思ったことか。別に最後は死ぬから何しても同じかもしれないけど、死ぬ瞬間に自分が見る世界を少しでも変えたいかも。知れない。<laughs> 今はまだ知らないことが多すぎるんだよな。映画やアニメ一つ撮っても、例えば神話をベースにしてる映画だったら、神話を知ってて見るのと、知らずに見るのとでは、全然変わってくれだろうし、まあそういうところだよな。 無視でいると、そういう面白さを逃してしまう。あらゆる物事に表面的に触れるだけで流れていってしまう。それは何というか、すごく嫌だなと思って。そうやってまた俺は口先だけでベラベラ語って、次の日には娯楽に浸るんだろうけど。もうそれはお決まりだよな。でまぁ、あ、知識を得るには、読書は有用な手段だろうし、その本を買うにはお金がいるから、労働が必要になってくるよな。知識を得るための大価が。雑貨とかそういう趣味のものを買うために働いてお金を得るのも悪くはないけど、 知識を得るために働いて、それが自分が見る世界を変えていくなら、やる気の度合いも多少変わってくる気がする。あとそういう意味では、職を転々とした方がいいとも言えそうだよな。読むだけで得る知識よりも、やっぱり、実際に体験している知識の方が、記憶にも残りやすいと思うし、感じることも多そうだしな。 今まで弁当やコンビニ、ホームセンター、工場、ラブホー、スーパーの品出しを経験したけど、最初の弁当屋だけでは知ることのなかったことが山ほどある。知識とは別に単純にいろんなところで働くと、自分がそのサービスを受けたり、消費する側にもあった時に、不満とか疑問をそこまで感じずに済むような。無知はフラストレーションを生み出そろうかもな。まあ、知らない方が幸せでいられることもあるとは思うけど。 俺はそれよりもやっぱり知りたい方かな。いろんなことを知ることで、もやもやを抱くことが少しでも減るということは、無駄なストレスなんかも減らせると思うし。俺マジで単疑だからな。もともとの性質の問題もあると思うけど、無知がそれに拍手をかけてる気がするんだよな。話しかあるけど、自分はキリスト教がどういうものかをほとんど知らないんだけど、身の回りにやたらとキリスト教に関係するものが多くて、幼少期通ってた幼稚園もキリスト教関連のとこだったし、家にはチャーチチェアがあって、聖書もあって、実質にはロザリオやメダイもあって、 本当に幼い頃がずっと身の回りにあるのに、未だによく知らないってちょっと変な感じはあるよな。今後も俺が宗教にハマることは多分ないけど、俺が好きな映画とかゲームの世界って神話とか宗教が背景にあるものが多かったりして、物語を理解するにはその辺の知識を要されたりすることが少なくないから、基本的なことだけでも知っておいた方がいいのかなと最近思ってる。これはもしかすると高度な勧誘だったりすんのかな。 スーパーナチュラルの自由意志は幻想だっていうミカエルのセリフがずっと頭の中に残ってて常に何かにコントロールされてんのかもっていう考えがある自分の意志だと思ってるものも本当に自分の意志なのかわからないし 今回こういう話をしたのは、ドラゴンズドグマのとある方の考察記事がきっかけなんだけど、それがめちゃくちゃ興味深かったんだよ。そこで知識があれば、こんなにも見えるものが変わるのかって感動して、もちろんその考察だけが全てではないと思うし、あくまで一つの視点提供であるわけだけど、どれだけ多くの視点から一つの作品を見れるかっていうのは、かなり重要だなと思って。というか、ドラゴンズドグマだけど、一応一緒目クリアしてしまった。最後の展開がまジで胸熱す,すぎて、 思いをうまく消化できなくて、しばらく泣いてた。なんでこんな苦しいんだと。それからの2週目は、なんか自分にとって本当に苦しくて、飯食ってもまるで味がしないみたいな感覚で、途中プレイしていられなくなって、一旦ゲーム置いて、またしばらく泣いてた。俺が活望してた強烈な苦しさ、切なさの中に垣間見える喜び、そういうのを感じさせてくれたわ。カプコンさんにはマジで感謝しかないな。 あと物語とは別に各社とポーンに露出面積の多い衣装を着せて撮影するのがマジで楽しい。で、夢中で撮ってたらデータがいっぱいですみたいな表示が出て、えって思ってアルバムチェックしたら上に2500枚って出てて自分で撮っといてなんだけどお前マジかよって声出た。その後データを整理するのがまあまあだるかった。それに加えて最近はポーンかける各社で色々妄想しながら寝るのが日課になってる。殺伐とした世界。<laughs> 噛みそうになるなこれ。 そういう世界が舞台であってこそ妄想のしがいがあるってもんだよな。普段着としては閃行のローブが好きだけど、個人的にエロいなと思うのはシャーマンローブかな。これマジでエロくね下にショートパンツかカサディスパンツ着せて、目をレザーブレストにするとマジでエロすぎて、画面の前でエロっていうのはやめられなくなる、ね、<laughs> あ、わ、わ、笑ってしまった笑ってしまった受け身取った時パンツが見えそうで見えないのもいいな。てかあの、 牛に掴まれるっていうことに気づいたの2週目なんだよな。<laughs> 知らなかった。あの、俺魔術師だからさ、ソーサラーだからさ、大型モンスターとかにさ、しがみつくことがないからさ、大体後方から魔法をバンバン撃つっていう戦闘スタイルになるから。まあ、掴まれるっていうことは知ってたけど、その牛にも掴まれるっていうことには気づかなかった。うん。あと最近見たアニメの話でもしようか。いろいろ見たからな、最近は。 まず、裏世界ピクニックっていうアニメを最近見て、まあこの作品はかなり前に漫画を一度買っていて、一巻のみ読んだことがあるんだけど、それ以降の巻買って読まなかったのは、まあその理由は後で説明するとして、でもう一つ、少し前コメント欄でこの作品に関する話題が分かったことをきっかけに、まあ裏世界ピクニックはアニメ化もしてるんで見てみたっていう感じなんだけど、まず結論として、めちゃくちゃ良かった。具体的に、 良かったところを挙げていくと、まず、なんとなく聞いたことのある会とかが出てきて面白い。でもって、裏世界やそこに存在する会の詳細とか、いろんなことがあまり事細かく説明されないまま進んでいくから、謎が多くて好奇心を刺激される。で何よりも、主要人物が女性二人なのがめちゃくちゃいい。って俺は思った。結婚して出産してみたいな、そういう俺が嫌いな世間の常識とか普通というものから解放された世界のように思えるんだよ。まさに俺の理想の世界が広がってた。トリコとソオの二人だけの世界みたいな。 少女週末旅行とかもそうだけど、こういう週末とか裏世界とか、一般的に俺らから見て、非日常な世界観で、女同士とか男同士で旅したり冒険したりする感じの物語、マジで好きだ。やっぱり男女ってなると、本人らにその意志はなくても、新たに人間が生まれる余地はどうしても残るから、なんかもやってしまうんだよな。まあ、キャラクターの性格によるところは大いにあると思うんだけど、どうせはそういうのが確実にないのがやっぱいいよな。安心感が段違いなんだよ。 ただ女しか出てこないとか男しか出てこない世界観だとかえって不自然だから例えば喫茶店の店員が異性だとか街行く人の中に異性がいたりだとか俺らの世界と土台は同じものとしてその世界の中で展開する二人の世界ってのが俺は好きかなその方が二人の世界も際立つと思うから光を認識するには闇の存在が必要であるように あと、単純に、小桜可愛すぎ。あの4話のさ、時空の下の下りで、小桜がめちゃくちゃビビって、一瞬魂に受けかけるけど、すぐ我に返って鋭い眼光でショットガンぶちかますし、マジでよかった。よくあんな描き方できるなって。すげえ感動した。小柄でャソな体にでかい銃っていう組み合わせもまたいいギャップになっててね。 あとダボッとした T シャツに3部だけぐらいのスパッツ履くスタイルかわいいな、まあ、その一方で気になった部分があってそれが先に言った漫画の話に繋がるんだけど過去に漫画を一巻だけ読んで以降読まなかった理由なんだけど面白いは面白かったけど自分の感じ性が強るもあってか全体的に緊張感が足りないように感じてしまって感情移入しきれなかったっていうことですねその点はアニメにも同じような感想を抱いてこの物語に登場する裏世界ってマジで大の知れない 未知の世界でで、あるわわけけ本当に何が起きてもおかしくないわけよ。実際序盤で恐ろしいトラップとかも出てくんだけど、それを目の当たりにした後でも全速力で走れたり、会が追いかけてきてるのに、表情や動きがそこまで乱れなかったり、他にも色々あるけど、なんか全体的に、どこか危機感の足りなさを俺は感じてしまって、仮に俺が裏世界で同じ状況にあったらと考えた時に、涙鼻水垂れ流して腰抜けて小便漏らして、地面に這いつくばりながらやっとの思いで逃げるきっ ただ俺しか頭に浮かばないから画面の前の2人の余裕ぶりというか無防備さというか安易に離れて別行動したりするのがマジで信じられなくてなんかもう危機感がないというより恐怖という感情がほとんどないように思えてつまり人間味が感じられなくて少し置いてきぼりを食らってたんだけどこれがさ見進めるうちにさそもそもこの2人は現実世界で大事なものを失っていたりそもそも大事なものがなかったりっていう前提があってだから死をそこまで恐れてないのかもって なって思えてきて。この二人はいろんな回に遭遇して、どんだけ恐ろしい目にあっても、何度も裏世界に自らの意志で足を運ぶんだよ。だから、序盤は俺の感情の入り込む隙がないように思えたけど、徐々にこの二人にとっては、現実世界の方がよほど地獄あるいは退屈で、裏世界の方が光って見えてんのかもって思えてきて、そうしたたまの中であれこれこれぐり回すうちに、瞬時に俺の中にあるもんと共鳴して、歯車が噛み合ったというか、 そこから一気に物語に没入できて、あっという間に見終わってしまった。マジでよかった。コメント欄で話題に上がらなかったら、再び触れることはなかったか、触れるにしてももっと先になってたかも。だから、ありがとう。いや、ほんと最後まで見てよかった。いや、でもやっぱりね、それだけ色々考えた後でも、やっぱぶっ飛んでるよ、二人とも。5話で武器とかない状態で裏世界に来てしまった時とかさ、すげえ落ち着いた空気感で会話してたけどさ、もう俺だったらまずしゃがんで触れながらあたり見回して、 とりあえず声を押し殺して泣くよな <laughs> でもそもそもそんな描写を入れると全くテイストの違った作品になってしまうだろうし普通に尺の問題とかもあったかもしれないよなでもってこうして最後まで見なかったらこの作品の良さに飽き付けなかったかもしれないしそもそも制作者の込めた意図とか思いとかが 全く違ったものとして視聴者に届くことって少なくないわけでさアニメでもゲームでも漫画でも何でも当たり前だけど見る側の価値観とか好みに左右される部分が本当に多くてだからこそ大衆の評価を当てにするんじゃなくてまず自分で触れてみるってのが大事だなって思うよな誰かにとってのクソゲーが俺にとっての神ゲーであるようにだからクリエイター側が仮に自分の作品に対するネガティブな感想を見かけたとしてもそれは単にそいつと自分の価値観や好みが違うだけっていう お前は野菜嫌いなんだな。俺は好きだわ。っていう。それだけの話なんだよまあ、そんなの分かりきったことではあるんだけど、自分への悪口とかを目の当たりにすると、一瞬それが全てかのように錯覚してしまうことってあると思うんだよ。そういう反射的に湧いて出てくる感情をどうにかするってのは、無理に等しいかもしれないけど、意識的にそれが錯覚だということを忘れないようにはしておきたいよなっていう。うん、まあ、悪口の中に、今後の何かに繋がるような言葉がある場合は、そこだけ切り取って参考にするなりすればいいとも思うけどね。 なんか悪口だから、もう切り捨てっていうよりかは、まあ中身に注目するのがいいのかなとは思うよ。一応だけど、裏世界ピクニックの主要人物二人は ENFP と INTP っぽい。原作読みたいなってなることは、まあ、そこまでめっちゃ多いわけじゃないんだけど、裏世界ピクニックはマジで原作も読んでみたいなって思った。それだけ世界観が好きだな。 あと、OST とかも緊張感あるというか、いい感じに不気味さに拍車がかかっていて、それも良かったな。で、次に、抱かれたい男1位に脅されていますっていう、BL アニメなんだけど、原作が漫画で。十一の事実だと思うけど、自分は普通のレールか外れた作品を好きになりがちで、高市人には勝手に王道 BL という印象を持ってたから、ハマらないかなと思ってたんだけど、やっぱ実際に触れてみるまではわかんないから、一度見てみたんだよ。<laughs> じゃあめっちゃ面白くて。 楽しく見させていただいている次第。まだ途中なんだけどね。多分、攻めが ENFP で、受けが INTJ なんだけど、俺もうこの組み合わせめっちゃ好きだわ。ENFP にペースを乱されて、あたふたする INTJ の図。マジで可愛くて好き。タカトは基本、チュンダの頼み、うざったそうに対応するけど、内心は実は嬉しく思ってるような描写がいいよね。チュンタはチュンダで、タカトの反応を見て対応を変えるってより、基本自分が動きたいように動くのがいいね。神経ずぶとくてすがすがしいというか、 俺が勝手にあれこれ考え込んで閉じ込むタイプだから、チュンタみたいな人間を見てるとシンプルに、ああ、いいなって思うんだよ全体的に可愛らしくて明るい内容で、それを微笑ましく思う一方で、重めの ENFP と INTJ の BL も見てみたいなと思った。重めってかまあ、具体的には、長い K みたいなタイプが受けの BL がみたい。かな。アニメ打ちんで中野公が K のことを褒めた時に、ほんの一瞬赤くなって、ええから早く死ねよって吐き捨てるシーン。 マジでゾクッときてさ。ああいう計画の鬼みたいな人間が ENFP のような自由奔放で奇想天外なタイプにペースを乱されていく感じ。これがマジで好きなんだよ。一応中の子は ESFP だけどね、多分。あと裏切りは僕の名前を知っているっていうアニメ。<laughs> 銀玉でネタにされてたのが頭に残ってやっと見たんだけど、こっちも主要人物 INTJ っぽいな。<laughs> ただ同じ INTJ でも高戸と,とは随分雰囲気は違うな。かなり物静かでクールな感じ。 こっちをまだ見てる途中だからあれだけどオープニングとエンディングどっちもめちゃくちゃかっこよくて演出とかもいちいち中二心をくすぐってくるんだよそこもめちゃくちゃ好き主人公のユキは男なんだけどゼンスは女性でルカっていう男性と親密な関係にあったっぽいんだけどルカが現世の主人公の性別を気にするソブりが今のところ一切なくて魂と魂のつながりみたいな外見とか性別とかそういったことにとらわれないもうそういう次元を超えた愛を感じてあめっちゃいいなって思った オープニング前に流れるルカの俺はお前を裏切らないってやつとか、マジでかっこいいよな。<laughs> なんなんだあれマジで。かっこいいにもほど変わりすぎるだろ。あと、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するっていうアニメも最近見てるんだけど、この主人公もまたおそらく INTJ っていうな。今のところかなり楽しく見させていただいてる。暗殺つながりで最近アサシンクリードも気になってる。まあ、最近ってか、前から気になってたけど。 いろいろ情報収集した結果、オリジンズかオデッセイから入ろうかなと思ったんだけど、どっちからプレイするかマジで悩んでる。とりあえず、労働再開するまでは保留の話だから、まじっくり吟味していこうかな。あと、曲を紹介しようかなあ。こんな感じだね。デビルメイクライっていうゲームはやったことないんだけど、Spotify で、なぜか、まあ俺だけじゃないのか、 うん、多くのところ、多くの人に表示されてるのか分かんないけど、俺への週一で配信されるおすすめプレイリストの中に入ってる率が高くて、それがきっかけでよく聴くことになったんだけど、すげえいい曲多いよね。デビルメイクライの曲って。なんかどれ聴いてもいいなってなる。しかもカプコンさんっていうね。ドグマと同じ。うん、気になるな、デビルメイクライ。どんなゲームなんだろう。 あと、シャングリラね、電気グルーブさんの。これはあれだな、片耳でイヤホンで音楽聴きながら紹介した方が、いろいろな感情が湧き上がりそうな気が。これは俺の大好きな、ク中チュブランコっていうアニメのエンディング曲になってるんだけども。もともと、確かこのアニメが放送される前からあった曲で、それがク中チュブランコに使われたっていう感じだと思うんだけど、めっちゃいいね。うーん。 ダメだ。あの、イヤホンで聴いてたらさ、そっちの世界に入り込んでしまいそうになる。<laughs> 撮影してること忘れて。あと、あれだね。友人からお勧すすめしてもらった、スーパーカーさんのカルマっていう曲。実はドラゴンズドグマのポーンっていう、いわゆる住所の名前をカルマにしたんだよね。この曲が由来で。浮遊感が感じられる曲なんだよ。なんか、漂ってる感じあの、語 <laughs> 彙<威>力が <laughs>。 で、俺のね、大好きな阿部さんのね、スっていう曲。これマジで好きなんだよね。まずね、歌詞がめっちゃいいんだよね。<laughs> あのさ、ごめん、今昼の12時近くなんだけど、実は寝てなくて。というのも、ドグマの,あの黒字とやっと行ったんだけど、まあ、それについての詳しい話は後ほどするんだけど、その黒字と画面も楽しすぎて、まあ怖いんだけど。<laughs> 俺はビビリだから、やっぱ怖いんだけど、怖い恐怖の感情って、まあ、スリルであるわけじゃん。だから、ドキドキする、あの感覚がね。そして、それを乗り越えた時の感覚がね、もう最高だから。まあ、好きな、なんやかんや言って、ビビりながらも好きだ、好きだと思うんだけど、そういうのが。昨日の朝の5時ぐらいかな、ちょっとだけ、黒字と行ってから寝ようって思ったんだよ。そしたら、まさかの、昼の12時になってしまって、まあ、そっから寝て、 夕方の16時、17時ぐらいに目覚めてっていう感じで、そっからまずっと起きてて、今の、今昼の12時という感じなんだけども。もう完全にバグったな。<laughs> さっきまではさ、余裕で起きと、起きとけるような気がしてたんだけど、だんだん眠くなってきたわ、なんか。まあ、でも多分さ、ラジオとかって寝る前に聞,聞いたりすることもあると思うし、ちょうどいい感じなのかなって。 俺が眠い感じで話したら多分聞いてる方も眠くなるだろう。<laughs> もう一つね。安部さんのキーワードっていう曲なんだけど。これもめっちゃ好きだね。あと、For example。こっちも英語の曲なんだけど、めちゃくちゃかっこいいね。あと、クラッシューのリンスリンスリピーの臨室 LP と臨室 r e p e a う読み方がわからないんだけど。これに使われてるボイスがサイバーソングマンっていう。 やつみたいなんだけど、ヤマハが開発した男性英語ボーカロイド音源って書いてあるね。この声がね、めっちゃ好きなんだよね。あの、メンヘラ先輩が紹介してくれた NTO っていうアーティストさんの曲をまあちょっと色々聞いてみた。あ色々そんなにめっちゃ聴いたわけじゃないんだけど、自分でもまあなんか気になるやつを聞いてみたんだけど、この曲がね、特に気に入ったね。 いいなって思った。感覚的には、フリーダムウォーズの OST に雰囲気が似てるなって思って。俺、フリーダムウォーズの OST めっちゃ好きなんですよ。だから、だからっていうのはなんかちょっと失礼かもしれないけど。なんか、っていうかまあそういう曲調が好きなんだよね、もともと。だからこの曲もいいなって思って。こういう規則的な機械の音みたいなの。いいよね。あとこれね。これは全くマジで読めない。何語なんだろう。これもめっちゃ機械的な感じなんだけど、 どこか寂しげな感じがあって不思議な気持ちになるというか、でもってなんか締め付けられるような、そういう感覚になる曲っていう感想なんだけど、俺の感想は。だから他の人が聞いてどういう感情を抱くのかっていうのは気になるところである。つい最近であって衝撃受けたのが、これね。You fuckers were asking for this one.L. Jones さんであってるのかなのソウルビローっていう、 曲があって、それにラップを被せてるっていう感じのあれなんだけど、マジで奇跡のコラボっていう感じがするような、出会ってしまった二人みたいな、まあ。そんだけ素晴らしいんだよな、本当歌詞もいいんだよね、この曲。あと、プリイストさんね。動画内で多分一度も話したことなかったと思うんだけど、マジで好きなんだよね、この方の曲。 なんか機械的な曲が多くて、ジャケットを見て分かる通り、頭にトゲっていうかスパイクみたいなのがいっぱいついた覆面みたいなのを被ってらっしゃるんだけど、この前黒字刀をなんか一周目プレイしてる時に、ブリーストさんみたいなサイクロプスのなんか進化系みたいなのが出てきて、あれマジで笑ったんだけど、うわ、ブリーストさんじゃんって思って、思わずスクしとったから、そのぐらい感動したよな。こういう覆面じゃなくていいんだけど、覆面一枚欲しいんだよな。 一枚っていうか、なんか一種類欲しいんだよな。自分用のやつ。なんか普段出かけるようなやつ。顔をさらして歩くのがなんか嫌だなと思って。多分英語的にはバイルスみたいな発音だと思うんだけど、ウイルスだよな、これって。なんかね、切なくなるだよね。安心感がある曲かな個人的には。で、同じくプリストさんのデッドリンガーね。これマジでかっこいい。 本当に好きだわ、これ。このジャケットもかっこいいしね。で、ミッドナイトドライブね。イカゲームを見てたから、死んでいくプレイヤーが頭に流れてくんだよね、この曲を聴くと。あ、もう全部紹介しちゃったな。うん、なんか、結構あっという間に終わったな。と、そうだな、あの、紹介には入ってなかったんだけど、これは紹介しておきたいな。凛としてしぐれさんのね、感覚 UFO っていう曲。しぐれさんってさ、歌詞が結構不思議な感じじゃないか。 ま、考察してる方とかもいて、それ見て、ああ、なるほどって思ったりはしたんだけど、感覚 UFO は確か考察出てなくて、断片的な見方しかできないんだけど、それでもめちゃくちゃいいなって思って。感覚 UFO っていうタイトルからして、いいよな。すごい好きだわ。<laughs> 感覚 UFO だぞ。シグレってそういう楽しさがあるよね。 サビの透明フライデー123っていうのがめっちゃ好き。カラオケ行ったら毎回歌ってた。特に終盤に近づくにつれてなんか盛り上がっていく感じが好きだな。どういう感情で書いたかみたいなのはさ、なんとなく歌い方とかからさせる部分もあるし、そういうのでまあ好きっていうのはあるんだけど。待って、曲紹介でなんかめっちゃ長引いてしまったな。これさ、めっちゃ気になってたんだけどさ、これマジで聞いてみたかったんだけどさ、ぬいぐるみの感触あるじゃないか、あの肌触り。あれをさ、唇で確かめる人ってどれくらいいる 俺は絶対唇であの感触を、感触を確かめないと嫌なんだよなう。うん。手で触るのと唇で触るのってやっぱ全然違うんだよな。表面の皮膚が薄いからか何なのかよくわかんないけど。よりわかるんだよな。感覚が過敏というか。ちょっと今もやってるんだけど。もうこれがね、あの癖だな。俺は。本当に。気持ち悪い癖かもしれないけど。地獄絵図だよな、マジで。<laughs> まあいいだろ、別に家の中でぐらいは。 家の中でぐらいはさせろよ、そういうことは。誰も俺を止めることはできないうん。いや、なんか止まらなくなるな、これ。これね、一回し始めると結構止まらなくなるんだよ。あまりにも肌触りがいいからさ。こいつの肌触りが。あと。あ、そうそう。最近 CM で松田翔太さんと戸田恵梨香さんが多分久しぶりに共演してて、個人的に嬉しくなった。このお二方はライアーゲームの主要人物として登場していて、ドラマの方で。 俺はライアーゲームが大好きだから、特に小学校の頃から、その時にめっちゃハマってて、バカみたいなハマってて、学校とかでも友達とライアーゲームごっこみたいな、あの秋山真一のかっこいいシーンを再現して演じるっていうことを休み時間とかにやってたぐらいマジでハマってて、俺のね、楽しい思い出として心に刻まれているドラマなんだけど、結構長いことをこの二人が 共演してるのってあんま見たことなかった気がするから、だからめっちゃ嬉しかったね。で、ちなみに秋山新一は多分 INTJ <laughs>。あとそうそう、さっきどうしたイカ,イカゲームについてなんだけど、まあ最近やっと見て、うん、面白かった。その時流行りのコンテンツが自分の壺に刺さると正直悔しくはなるんだけど、でも面白かったね俺。俺には刺さったから。 個人的に不自然に感じる部分とかもあったの、あったはあったんだけど、ネットの性格タイプの投票と登場人物を照らし合わせて色々観察するのが特に面白かった。しかし、最初イカゲームを見た時は正気の沙汰じゃねえって思ってたけど、よくよく考えなくても、本質的には俺らが今生きてる世界も大差ないよな。 残酷という点では、すぐに忘れてしまうけど、俺が今外に出て散歩しに行って、誰にも絶対刺されない保証はどこにもないわけで。刺されないにしても、なんかやばいことに巻き込まれるかもしれないし、家にいたとしても、窓から知らない奴が入ってきて、俺の部屋のドアを開けて、ナイフ片手に無言で俺を見つめる可能性とか、全部が全部、怖くて怖くて仕方がないんだよ。 そんな恐ろしい可能性に満ち溢れた世界であっても、しばらく平和な日々が続くと、そういうことを忘れそうになるんだよな。だから、過去にどういう事件が起こってきたかってことを知ることは、俺にとってはすごく重要なことでように思える。世界のそういう底面に触れてないと、確実に平和ボケしてしまうと思うんだよな。そこには自分の目的のために、実際に起きた事件を利用しているというグロサも存在していると思うんだけどな。で、さっき言った黒字刀の話なんだけど、大門、 についてのコメントをいただいて、コメントいただいた時は、黒字島にまだ行ってなくて、ビビリだから。<laughs> 先延ばしにしてて行くの。やっとその黒字島に行ってから、見てきたっていう感じなんだけど、ほんとかっこよかったっすね。羽がさっと開いた時、あれめっちゃかっこいい。あれは感動したね。その正体も知ってるっていうのがね、特に、ね、ぐっときたよね。 黒字刀マジででも本当に怖かったわ。今更だけどさ、黒字刀なのか、黒字刀なのか、どっちが正しいんだろう。とりあえず、今回は黒字刀で話を通させてもらおうかと思うんだけど、途中で俺以外全身でさ、俺だけになって、進む先にはオーガーとデスがいて、一回帰ろうか、めっちゃ悩んだけど、まあ、やれるところまでや、やろうかなと思って。まあ最悪、 敵をすっ飛ばしてさ、走って次の部屋に進むこともできるわけだから、とりあえず先に進んでみるかって感じで、もう一人でビクビクしながら先に進んだんだけど、もう本当にね、もうデスだけは、本当に恐ろしいわ、マジで。だって即死するじゃん、あれ。広い場所とかだったらいいんだけどさ、狭い感じだったから、ビビってて、まあでもとりあえずなんとかデスは巻いて、で次オーガよな。 エルダーオーガよやつ。やつをどうにかして。しかも男性だからさ、俺。<laughs> やつは興奮するからさ、男性に。前方からビビれながら、ホーリーコレクトショットをかもしながら、近づいてきたら逃げるっていう感じで。まあ、なんとかおびき寄せて、上に登っていって、逃げているうちに、結構高い場所からやつが落ちたみたいで、なんとかね、撃退することができて、戦闘系のゲームの楽しいところってそういうところだよな。もう今回ばかりはさすがに無理なんじゃねえかって思って、 時にいやでもワンチャンあるかもなーって感じで粘った時に敵を殲滅できた時の先に進むことができた時のあの爽快感あれが癖になるんだよなやっぱゲームって怖いよな <laughs> そんなこととかも途中であったりしてねかなりビビってリムでポーンが返ってきた時はうん本当にもうカルマーって叫んだマジで冗談抜きであの持ってるとかじゃなくて本当に高い声でカルマーって かわいい、かわいうちのポンよ。一周目はまあとりあえずクリアしたんだけど、今二周目に入ってて。なんか二周目になると敵が増えるんだね、あれ。最後の方のさ、街みたいになってる場所あるじゃないか。あそこでさ、エリミネーターだっけ奴が、なんかやたらといっぱい出てきてさ、もう死ぬかと思ったわ、あれも。無理かと思った。なんかほんで、あのー、 ドラゴン、何のドラゴン、何の種類のドラゴンだったかわかんないけど、ワイバーンだったのかな、あれ。それが2匹いて、地獄じゃねえか。動こうにもさ、雷が落ちてくるからさ、ま、何とか切り抜けて、まさかのドアの前にね、騎士が3人いるというね。<laughs> もう絶望したわ、あの瞬間、マジで。なんとか3体とも倒すことができて。めっちゃ、 めっちゃ嬉しかった、その時。ああいうのってなんか変に粘ってしまうよな、ね、やっぱ。いけるんじゃねえかっていう余地を感じてしまってさ。まあ、そんな熱中してしまったっていうのがさ。さっき言った朝までやってしまったっていう話なんだけど、昼の12時までね。気づけば昼の12時になっていたという。ビビるよね、マジで。びっくりしたもん、12時ってなって。嘘だろ、みたいな。今もびっくりしてるわ。もう、もう1時になってんだけど。13時ね。 いや、時間感覚がマジでわかんなくなっていくなぁ。あ、あと最近俺が気に入ってる塩があって、今多分画面に画像か映像が流れてると思うんだけども。セルティックシーソルとライトグレーセルティック。なんか妹がね、アイハーブかながそれで買ってくれたんだけど、もともと家に妹が使ってるやつがあって、それを俺が勝手に部屋に自分の部屋に持ってきて使ってたら買って、 くれて妹がでこれの故障ってないのっていうのを聞いてたんだけど、胡椒はないんじゃないかっていう風に言ってたから、ああ、そうなのかと思って。まあ、胡椒は家にあるやつ使っとくかって感じに思ってたんだけど、まさかのね、胡椒も探してくれて、このブランドの。なん、なんだろうなん、なん、なんていう読むんだろうこれ。セリナ、ネイチャリー、ネイチャリーでいいのかな <laughs> なんか <laughs>、読み方わかんない。これ、 このブランドのね、塩コショウが、あ、塩コショウじゃないか、これ胡椒ウ型だの。ペッパーグリンダーって書いてあるな。多分胡椒だよな。ただあー、めっちゃいい香りするな、んだこれ。今初めて買いだんだけど。えー、これ使うの楽しみだな、めっちゃ。いやー、優しいよな。妹ってさ、ツンデレだからさ、普段、なんか冗談とかでも死ねとか言ってくるてことあるんだけどさ。 なんか俺はそれ聞いて、うってなるんだけど、ぐさってなるんだけど。まあ、そんなツンツンな妹だけども、根は優しいやつっていうね。だから、普段のツンツンは、そこまではまあ気にはならないかな。本当優しいやつだということを知っているから。どの塩を買うか悩んでる方とかね。まあ、<laughs> そんな方あんまいないかもしれないけど。なんか俺はね、たまたま家にあったね、この塩を使ってみたときに、いつも使ってる普通の塩。あの、粉状になってるやつ。 あれとの違いに驚愕して感動したから、もうなんか多分この塩しか無理になりそうな気がする。もう美味しすぎてね、ちょっとお腹空いた時とか、なんか、なんか塩辛いもん食べたい時に手にね、ザリザリして、それを舐めるっていうことを結構やるね。<laughs> キモいって思われるかもだけど。うん。うん、まっ。えー、どうでもいいけどマジで眠くなってきた。 これはまた寝そうだな。なんか今日こそオールしてさ、リセットしようかと思ってたんだけど、これはなんか途中で仮眠取ってしまいそうな気がする。まあ、仮眠ぐらいだったらいい,い,いよな。許されるよな、とか言って。仮眠とか言って寝たら、最後なんだよな、もうそれで。何時間も寝てしまうっていう。あ難しいな、オールというのは。俺には難しい。やっぱね、 やっぱね、文章で言うのと、口頭で言うのとっていうのは全然違ってくると思うから、念のため言って、言っておきたいなって思ったんだけど、あの、かやさん、ドグマ買ってプレイされたとのことでね、めっちゃ嬉しかったっす。もう、共通の話題、このドグマ、あの、俺は本当に今ドグマにハマってるから、ドグマっていうかまあダークアリズンねダークアリズンの話ができるっていうのは本当に、本当に嬉しくて、 フラシルっていう本、そろそろ読みたいところだよな。もうなんか、なりふり構わず、電子書籍で買って読むか、ちょっと悩んでるところ気になるし、だって。絶対面白いよね。俺が好きなやつだと思うんだよね。高い位置でも見るとするわ。とりあえず。今、部屋はこんな感じだね。これは俺が大好きなお菓子。プッチョボール。これは必ず常に何袋かストックしてある。この紙は、台本だね。 こんな感じでいろいろ書いてある。で、テレビには、裏切りは僕の名前を知っている。もう、俺はお前を裏切らない。っていうところをね <laughs>、何度も繰り返し再生してたところでね、ちょっと止めてるとこなんだけど。あの、台本打ちながらね、何回も再生して見てた。そこかっこよくて <laughs>。さっき高い位置見るって言ったけど、ちょっと眠気がね、もう限界かなって感じで、寝,寝るかもしれん。今寝たいという、 感情しかない。<laughs> マジで。だから寝ると思う。最後の方ぐだってたら申し訳ないな。もしかしたら起きたら、起きてから動画、ちょっと撮り足すかもしれん。まあ、そんな感じで。寝まーす。床に。なんか布団に入ったら終わりな気がするんだよな。わ <laughs> かるか、わかるか、この気持ちいい。この危機感。布団に入ったらガチ寝しそうな気がするから、床でこの毛布をね、かぶってから。 でもって、こいつをね、乗せてから一緒にね、寝ようかと。2時間ぐらい、寝ようかなーって思ってるけど。じゃあ、寝るわ、マジで。おやすみ。お、やす、すみ、に、しおはようございます。現在時刻、夕方の18時半だな。だいぶすっきりした気がするな 5時間弱ぐらい寝てしまったってことになるのか。結局だな。<laughs> あこれはどうだろうな。今日夜寝れるかな。寝れるといいんだけど。まあ今からとりあえず高置を見ながら晩飯でも食おうかと。なんだ。起きて、起きてからまたちょっと動画、つけ出すとか言ったけど、まあ特に喋ることはないな。つ <laughs> け出すとは言ってものの。次に持ち越そうかな。では、また次回。 サラダが。<music>